レバンガ北海道パシスタスピリッツパシスタスピリッツは B リーグに所属するレバンガ北海道専属のチアダンスチームである。運営は株式会社スピリッツ・オブ・ノース・ランド。2011年結成。総合プロデューサーは北野智恵。レバンガ北海道ホームゲームでの応援パフォーマンスが主だが2017年2月10日にレバンガのホーム北海北エールにて行われた。 バスケットボール男子日本代表国際強化試合2017でもパフォーマンスを披露し、北海道日本ハムファイターズのファイターズガールとも共演。北海道コンサドーレ札幌のコンサドールズとも共演した。トップチームのパシスタスピリッツに加え、キッズダンスチームのパシスタフェアリーズも活動している。以前はメンバーの年齢を公開していたが、全体の低年齢化もあり。 年齢を非公開としている。レバンが北海道のみならず依頼があれば、各種公演、公表に出演可能となっている。20から21シーズン3月7日、広島戦終了後においては、キャプテンの夢香の引退発表を実施した。その後の試合では、ランとミユのダブルフクキャプテンとした。なお、引退発表は2シーズンぶりとなり、19から20。 シーズン引退メンバーの発表は行われなかった。ありがとうございます。